こんにちは、ゆうかりチャンネルです。今日は何をしていこうかなと思っていまして、じゃーん、これ何かわかりますか？そう、あ、虫嫌いの人はちょっとごめんなさい、申し訳ないんですけど、これはね、ミノムシくんを編んでみました。オパールとかソクヤンの残り糸がちょろちょろあったので、簡単にその糸の余り糸を使って編めるミノムシです。でね、こういう感じに、これは手芸用の糸をぶら下げてかけれるようになっています。クリスマスツリーにぶら下げても可愛いかもしれないですね。では、こちらをね、編みながら説明していきたいと思います。まあ、どんな糸でも大丈夫です。糸は、土台になるこちらの虫さんの方ね、ミノガの幼虫なんですよ、ミノムシは。で、ミノムシの本体を編む中細のベージュかな、ちょっとくすんだクリーム色みたいな色を使っています。で、あとはこういったね、余っているミャウコレクションです。葉っぱのような色でもいいし、カラフルにしてもいいと思います。こういったね、余った糸を数種類、色が違ってた方が可愛いと思います。で、3号針、とじ針、あと刺し目、これは4ミリかな、4ミリの刺し目が2ついります。で、あとはこう糸で吊るせるようにすれば大丈夫です。はい、で、本体をまず編みます。うちはね、お兄ちゃんがいるので、小さい時はよくね、虫取りに行ったり、蛾の幼虫を育てて羽化させたりと、昆虫図鑑がボロボロになるまでよく見ていました。はい、では指に2回巻きつけて、輪の中に細編みを6回編みます。はい、糸端を引っ張って動いた輪を引き締めます。この6ずつ各段で増えていきますね。はい、では最初の細編みの頭に引き抜いて、1段目は6目ですね。はい、次2段目、すべての目に細編みを2回ずつ編み入れます。はい、後ろの糸をかけてね、編みくるみながら糸処理をしなくていいように、編んでいきます。でね、12目になりますね。はい、次3段目、根元に細編みを1回、次の目には2回、1212と編み入れて、目数は18目になります。はい、最初の細編みの頭に引き抜きます。はい、次4段目です。立ち上がり1、細編みを2回編み進めたら2目編み入れます。この段では1、1、2というふうに細編みを編み入れていきます。目数は24目になります。はい、今1234段目まで編めました。そしたら5678段目までそのままと増減なしで細編みを編んでいきます。5段ですね、5段はそのまま編んでいきます。では編んでいきます。はい、9段目まで編めました。そしたら10段目では減らし目をします。立ち上がり1、細編みを1回、隣の目にも1回、
隣と隣の目で細編みの2目一度を編みます。もう一度入れて持ってくる。かかっているループ3個を一度に抜きます。2目一度、これを最後まで編みます。と目数が18目になりますね。では編んでいきます。はい、10段目が編めました。そしたら11、12、13段目、3段は増減なしで全て細編みを編みます。では編んでいきます。はい、次14段目です。立ち上がり1、細編みを1回、隣と隣の目で細編みの2目一度、1つ編んで隣と隣で2目一度、これを最後まで編んでいきます。はい、最初の細編みの頭に引き抜きます。はい、次は15段目、16段目は増減なしで細編みを編みます。では編んでいきます。はい、これで全ての段が編めたので、糸をね、閉じれる分残してカットします。たら一度輪にくぐらせて引き締めます。材料で言い忘れましたが、綿がいります。なんか簡単にできるのでね、たくさん作っていっぱい飾ってもらっても可愛いかなと思います。虫が嫌いな人はダメですね。何が苦手かな、私もね、苦手な幼虫はあまり触りたくないですね。あとカマキリも好きじゃないです。あとは割とセミでも素手で捕まえれるので、そこまで怖くないですね。向かって来られると嫌ですけど、自分から行く分には多分触れると思います。はい、そしたらね、舌を閉じます。ここはね、見えなくなってしまうので、適当に綿が出ないようにジグザグと引き締めてもらえば大丈夫です。たらね、糸処理をします。こんな長細い感じが本体になります。で、ここの葉っぱを編んでいきます。今これ残り糸、ソックヤーン何でもいいんですけど、余り糸や中細の余り糸を使って編んでください。はい、ではいきます。鎖の作り目ね、鎖を6目編みます。1、2、3、4、5、6、そしたらくるっと裏を見ながら、まずここではなくてこっち細編みを1回、隣の目には中長編みです、かけて入れて持ってくる、すべて一緒に抜きます。次、隣の目には長編み、かけて入れて持ってくる、2つずつループを抜きます。はい、かけて隣の目に今度はまた中長編みですね、3本のループを一度に抜きます。で、この最後の目には細編みを3目編み入れます。はい、編み地をね、回転させながら、はい、隣の目に中長編み、中長編み、
隣の目に長編み、隣の目に中長編み、で最後細編みを編みます。で最初の目に引き抜きます。でこれが基本の葉っぱができました。で糸をね長めに残してカットします。でこっちの反対の方は糸処理してください。はい、こんな感じで一つ完成しました。これをね、たくさん作ってどんどんと、つりつけていきますね。上からやるとこう上げなきゃいけないのでめんどくさいので、下からだいたい下から1段目2段目ぐらいのところから順番にこういう感じでつけていきます。でこれをねどうかな、ちょっとね大小様々、ちょっと太い糸でやったり同じように細い糸を使ったり太い糸を使ったり、同じ編み方でもサイズを違った葉っぱを作ると実の虫っぽくなるので、20枚ぐらいここについています。でこれはちょっと大きめに編みました。ちっちゃい葉っぱをいくつも作っています。はい、でこれをびっしりつけて、あとは刺し目を上から6段目 1,2,3,4,5 6段目に感じでつけて、7段目から下にだいたい葉っぱが全部埋まる感じで、葉っぱを縫い付けていきます。そうすると完成します。こんな感じね、木枯らしが吹くような寒い時期になりましたけど、こういった可愛いね小物を作って、寒い日はお家でね編み物をして過ごしてみるのもいいかなと思います。簡単にできますので、ぜひ試していただきたいです。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ゆうかりチャンネルでした。バイチャー。